先月の成績を見ると、大変な伸びだ。私も長いことやってるが、ここまでの急上昇はめったにないぞ。この調子で今月も頑張ってくれ。きっと二人の力だね。これからのプロモーションについてだが、そうだな、ま、こんなところだろうな。今月もよろしく頼む。それじゃあ、レッスン始めましょう。
な。こういうのなんか懐かしくて、まだここに来て少しなのに変だよね。今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。新庄先生、大丈夫ですか？雪は。あれでスーパードーム行けますかね。スタジオに雪いるんだ。ちょっと行ってくる。雪。いいね。お二人はいつも一緒で。スーパードーム進んでる？あれね、ベテラングループの UFO2 のために先駆けが2日間で抑えてあったの。ところが解散話が出て、代わりに私で行こうかってことになったわけ。でも素敵じゃん。あのね、アルバムを1枚出したっきりの新人なのよ。誰も私のことなんか信用してないわ。イライラする。いいな、そんな男たまには振って私に付き合いなさいよ。なんか荒れてる。私の手に負えないよ。精神転移して一緒に来て。何か召し上がりますか？お酒はいりません。決まってるでしょ。ほら、何か選ぶ。いいな。私のスーパードーム、成功すると思う？思うよ。調子いいこと言わないでよ。何も分かってないくせに。君たち。はたさん。私帰る。いいな、ユキ酔っ払ってるのかい？私たちジュースだよ。いいな、あの子。彼女はハオンユキ、新人歌手です。新人か、役にはうってつけだな。優しい気持ちになったって感じ？
小林亜紀、美術展の件があるんだ。これはなかなか見られないぞ。どう？今度一緒に行く？ちょっと待ってて。美術展か。ちょっと退屈そう。亜紀さん、ご一緒します。ただいま。とっても良かったよ。うまく言えないけど、みんないろんなこと感じてるんだね。それじゃあレッスン始めましょう。今日は忙しいから、悪いけど。ユキ、顔色悪いよ。大丈夫？そんなことないわ。やっぱり疲れてるのかな。今週は、じゃあ、仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。Thank you.
よっか。出かけるのね、嬉しいな。私、名前つけてあげちゃった。あの、ちょっと太っちょのくせに元気に泳いでるのが梶本さん。で、あの小さくてフラフラーっとしてるのが。今週は、仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。先月の成績を見ると、大変な伸びだ。私も長いことやってるが、ここまでの急上昇はめったにないぞ。この調子で今月も頑張ってくれ。きっと二人の力だね。これからのプロモーションについてだが、そうだな、ま、こんなところだろうな。今月もよろしく頼む。忙しい？悪いけど、大切な時だから。今週は、仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。
今週も頑張るよ。こんにちは、イクコちゃん。あ、イーナさん、ちょっと目を離した隙にあの子いなくなってしまって。え、どうして？早く探さないと。どこを探せばいいんだろう。どうしたんですか？あの、イクコちゃんが病室から飛び出して。イクコちゃんって304号室の？あの子、手術の日が決まったのよ。早く探さないと。私、探します。私たちはどこを探そうか。この近くを一通り回ってみる？そんな場所、あの子がよく行っていたとこなんかどうかな。いないみたい。イクコちゃん。お姉ちゃん。ダメじゃない、心配したんだから。お姉ちゃん、私死んじゃうの。何言ってるの？これから手術するんでしょ？そしたらまた前みたいに外で遊んだりできるよ。そんなの嘘だよ。どうして私が嘘をつくの？私が嘘ついたこと一度でもあった？でもママとお医者の先生が話してるの聞いちゃったもん。手術が成功する見込みは小さいって。もしかすると命が危ないって。じゃあ私を信じるの？私の歌は信じられるでしょ？大丈夫、イクコちゃんは強い子でしょ？ね。じゃあお母さんが心配してるから戻ろうか。今週は、じゃあ仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。
行くよ。もうこんな季節になってしまったのね。時間が欲しいわ。時間？今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。行くよ。見る目が鋭くなったって感じ？ちょうど今時間ができたところよ。忙しくて。どんな話題がいいと思う？で、その婿養子のプロデューサー、奥さんに浮気がバレて左遷されたとかいう話よ。どうして浮気なんてしたのかな。人間、束縛されてると感じるのが嫌なもんなんじゃない？今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。
先月の成績を見ると、大変な伸びだ。私も長いことやってるが、ここまでの急上昇はめったにないぞ。この調子で今月も頑張ってくれ。きっと二人の力だね。これからのプロモーションについてだが、そうだな、ま、こんなところだろうな。今月もよろしく頼む。それじゃレッスン始めましょう。陽気になったって感じ。今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。それじゃ、レッスン始めましょう。Thank you.
やだ、ハタさんがいるよ。どうしよう。あれ、もしかしてユキいないのかな。ユキちょうどいないみたいだね。私たちも帰ろっか。今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。それじゃ、レッスン始めましょう。今週は仕事があるよ。今週はどう過ごそうかな。今週も頑張るよ。それじゃ、レッスン始めましょう。私がいなくなっちゃったらさ、怒んないでよ。私行くの嫌だ。ねえ、あなたはどう思ってる？
私、行きたくない。時間ができたところよ。忙しくて。どんな話題がいいと思う？あの番組の司会者、あれでも昔は有名な俳優だったんだけど、スキャンダルが続いてしばらく仕事が来ないうちにすっかりというわけ。ユキって相変わらずそういうこと詳しいね。お前も心配性だな。人は目の前のこと真剣にやったらどうなの？だってさ、ねえ、昨日から帰ってないんだよ。何かあるんだ、携帯貸して。はあ？お前朝から10分ごとに電話してるよ。はい、社長室です。だから言ってるだろうが。それは聞いてない。ひどいわ。どうしたの？ユキ、いるのね。はい。でも今、社長と大喧嘩なんです。どうして？ユキを出して。それが、今、社長が切れて言うもんですから、すいません。ユキ、大変だ。ね、会社に行こう。なんだよ。これ、置いていく気かよ。そっか。どうすればいい？うん。じゃあ、あとは頼むね。もう誰もいなかったね。そっか、クリスマスだもんね。今頃ちゃっかりアパルトマンに戻ってるよ。元気出しなさい、せっかくのクリスマスなのに。大丈夫、きっと帰るわよ。こらマネージャー、いいな、落ち込んでるぞ。なんとかしてやりなよ。うん。まあ、あいつはそんなに心配するほど弱くはねえよ。そんなに強くないよ、私だって。ユキ、みんな揃ってるね。こんなとこで恥ずかしいけど、あなたに受け取ってほしいものがあるんだ。え？来年のスーパードームコンサート、私は出られなくなったわ。その代わりに先駆け社長はあなたを選んだのよ。あ、私から頼まないとあなた絶対に受け取らないでしょ。だから、ユキ、私なんて悔しいよ。でも受け取って。無理だよ、そんな。お願いよ。私が欲張って引っ張ったからこんなことに。私と先駆け社長を助けると思って。これは運命なの。欲張りすぎると私みたいになるんだ。ここにいたのか。
波多さん。どうしたその顔、ニュース見てないの？ずっと街歩いてたから。では僕が名誉の使者だな。ユキ、君の演技力が認められた。映画評価協会最優秀新人女優賞だ。え？審査員全員一致は初めてなんだ。おい、分かってるのかユキ。